そう、お母さんのお母さんのさお部屋とかさ、もううちお母さんがオタクだったから、もういろんな、なんだろう、作品に触れることができてめっちゃありがたかった。そう、じゃああの、でもお母さんの話題が出たんで、お母さんから連絡が来たんだよ。お母さんからねなんかお母さんが急に今日 LINE 送ってきたのおめえ見てたんかバレたんかみたいな感じで、あのマネちゃんね、ちょっと面白かったからこれじゃあのみんなさんに見てもらっていいですかって言った、あのいいですよって言ってくれたから、これ出しますな。見た頑張ったね、だってお母さんの秘密のクローゼットバディチったお母さんの秘密のクローゼットバディチった。お母さんのクローゼットに何の漫画が入ってるかがもうちょっとバディてるみたいなとこありますけど、そう、ああそうあそこ結構引っかかるんだね。そう、姫ちゃん、姫ってなんか帰ると姫こじゃ、うちのお母さんは変わったやつなんだよマジで。もうなんかね、もう会うたびになんかね、ドゥンドゥン姫姫おかえり姫みたいな感じで、なんかこう変なステップ踏みながら変なステップ踏みながらね、こじゃ迫り来る迫り来るおかんおもろいんだ、うちのお母さん。あんま見たことないタイプ。